はい、どうもダルです。さて今回はバトル部東京行動部ジュニアエグザイルファンタスティックスブラックマジックミュージックビデオ感想トークーということでやっていきましょう。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでですね、皆様ご覧になられましたでしょうか。ファンタスティックスブラックマジックということでですね、やっぱこう3本目ですよね。バトル部東京行動部ジュニアエグザイルのね、ミュージックビデオとしてはやっぱこうジェネとランペと出てきて、やっぱこうまたね、ファンタスティックスで毛色が違うというか、やっぱ同じセットを使ってるわけなんですけれども、それでもこうも印象をガラッと変えられるかと、すごいなというふうに思った次第ではございますね。すごいやっぱこうファンタスティックスらしいカラフルな、というかファンタスティックスというよりもアストロナインらしい、やっぱこうアストロパークを思い出させるかのような、すごいね、派手派手しいというかカラフルな色使いでやっているなっていうふうには感じましたね。でですね、今回まあジェネレーションズが紙吹雪で、ランペが雷でという歌ですね、エフェクトを使ってたんですけれども、今回ファンタスティックスが水ということで、あれどうなんですかね、あのさ、サビとかで結構噴水ショーみたいな感じでドバドバ水出てくるじゃないですか。あれステージ脇の水というか噴水は本物なんですかね。あれ結構本物に見えるんですけど、あれ CG だったらよほどすごいなと思ってるんですけど、あれはどうなんですかね。本物の水を使ってドバドバ水出してるんですかね。どうなんですかね。多分 CG の水は、あの水しぶき的なものはね、なんかこう蹴ったりとかステップ踏んだりとかするときにパシャ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 とか、あとはメンバーの登場だったりとか、メンバーが消える瞬間にもね、水のエフェクト出てましたが、あれは CG だと思うんですけど、ステージ脇からドバドバ出てくるあの噴水みたいな感じでプシャーってやつはどうなんですかね。あれは噴水は水なんですかね、本物のね。ちょっと気になるところなんですけれども、まあいろいろ気になるところはありまして、まあまずですね、ファンタスティックスはやっぱこうダンスがすごいね、うまいですよね。やっぱこうすごい、やっぱダンスで見せてくるなというか、楽曲もねすごいファンタスティックスらしい楽曲になっているのかななんていうふうには僕は思うんで、すごいね良かったんですけれども、あのさ、各グループそれぞれ後ろにあるモニュメント的なのさ、あれ変わるじゃん。まあジェネだったら本で、ランペだったら宝石。あれファンタスティックスのあれ何なんですかね。アストロナインの後ろの象徴的なのあれ何ですか。鏡ですかね。わかんないんですけど、ちょっとねわかんないなーといったところがあるんですけれども、あれちょっと俺にはねわかんないところなんで、よかったら教えてください。あれ何なんですかね、あのモニュメント、ファンタスティックスの後ろにあるのは。でね、あとは今回ファンタスティックス証っていうところがすごいキーワードになっていまして、まああの MV が始まる前のやつは、これが弟子である証だとか言ってね、何ですかみたいな感じだったんですけど、僕からするとね、あ、いきなり証だなんて言われても分かりませんみたいな感じだったんですけれども、証だという、なんかこうファンタスティックスの中で、アストロナインの中でその証というか印みたいなすごい大事なものがあるんですかね、分かんないんですけれども。でですね、あとは結構ね、サイキックフィーバーのジミー君だったりとか、イーサ君も出てきてたし、ジェネのメンバーもね、小森君とか、あれはレオ君だった、アラン君も出てきたかなとか、あとはランペからはリク君だったりとか、翔平君だったりとかね、いろいろ出てきてましたけれども、あとはマサ色が出てましたよね。うん、バリスティックからね、マサ色君も出てきましたけども、まあそんな感じで各ねグループからもいろいろ出てきてて、本当にやっぱこうバトル部東京ならではの MV にも仕上がってたし、かなりねやっぱこう発色がいいんだよね。やっぱこうすごい、なんだろうね、カラーを強調する編集をねすごいされてたのかななんていうふうに思いまして、やっぱこう色使いがやっぱいいなっていうふうに思いましたね。やっぱこうファンタスティックスの昔から、やっぱこう前の、楽曲からもね思いましたけれども、すごいねいいですよね本当に。いや本当にね、見てて楽しいというか飽きない MV になってたんじゃないかななんていうふうには僕は思っております。いやあとは2本ですかね。ここからちょっとね、やっぱこう個性の強い楽曲が来ますからね、ジギーパラダイスとハバネロということで、どんな MV になってるかちょっと楽しみですね。もうジギーパラダイスに関してはもう間もなくということでね、あとね数時間後には見れるんで、また見て明日ですね感想トークをね投稿して、ハバネロにね控えたいなと思いますけれども、いやーちょっとね楽しみですね。いやー BOT もね、あとはねいろいろねバトル部東京関連もね情報解禁が来てまして、ステージ構成がね、昨日も話しましたけれども、ステージ構成の解禁があったりとか、あとはアジアからね、というかタイからね、参戦する方々も来られるということで、まあハイクラウドだったりとか、あとディバイとか、あとはトリニティとか、まあいろいろね来るみたいなんで、
いろいろ楽しみですよね、そこら辺もね。まああとはコラボ楽曲とかもね、またねちょっと違う、その海外のそのタイのアーティストとのコラボ楽曲がランペとかバリとかサイフィがあるみたいなんでね、ちょっと楽しみにしたいかななんていうふうに思います。僕もね7月29、30がいよいよライブなので、そのライブに向けてちょっとねいろいろねバトルオブ東京を楽しんでいきたいかなと思っております。いやー、あと2個か MV ね。いやーちょっとねあっという間ですけれども、この1週間ねバトルオブ東京 MV 解禁祭り週間ということで、最後まで駆け抜けて楽しんでいきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。